にちは、空波です。まだ暑いですね。ようやく9月に入ったところなんですけども、まだ夏です。で、まあ、何回かね、僕の動画でも、言ってることなんですけど、まあ、夏の、間にですね、調達する、ものは、私の場合は冬物です。で、冬の間に調達するものは、翌年の夏物です。やっぱり一番、なんていうんですかね、前のモデルが、古くなってたり、して処分価格で出てると、まあ、片落ちにはなるんですけど、まあ、安く買えると、いうところとですね、それから、まあ、オークション等でですね、ショップで、出てるものに関しても、やっぱり価格がね、まあ、在庫を抱えたくないというか、早く現金化したいですよね。小さい、会社をされている方とかね、どうしても。なので、価格がね、やっぱりちょっと安いですね。はい。まあ、その関係で、まあ、夏の間にはいつも冬物を調達してましてですね。まあ、今日はですね、その今年の、2016年、今年の夏の間にですね、ポチったもの、の収穫、収穫ご案内ということでですね、動画を一本ね、撮っていきたいと思います。はい。で、まず第、1に、これからいきましょうか。はい、その1です。はい。革パンです。ハーレ・ダビッドソンですね、の革パンです。はい。中古ですよ。うん、中古で、すごく安かったです。はい。で、まあ、ちょっとね、ハーレー XR1200 買ったんで、ちょっとハーレー系のものをね、いくつか、欲しいなと思ったもので、ポチったうちの、一つなんですけども、まあ、あまり自分で革のパンツって履かないんですよ。持ってなくて。で、一枚ね、ちょっと買ってみました。まあ、履くかどうかね、本当にわかんないからね。履いた感じで、あんまり良くないと思ったら履かないかもしれないので、まあ、あんまり高いのは買わなかったんですけど、まあ、1万円するかしないかぐらいで、落札したものなんですけど、まあ、サイズはね、履いてみてぴったりでしたので、まあ、ちょっとね、今年は、これを履いてみようかなと思います。まだそんなに、コンディションも悪くないので、まだ履けると思います。はい。十分いけると思いますね。次にですね、まあ、ショートブーツを、ポチりました。まあ、これも、中古です。で、ちょっとね、これに関しては、僕の足の形に合わないので、今一生懸命シューストレッチャーで、なんていうんですかね、矯正をかけてます。で、だんだんちょっと自分の足の形になってきてるので、まあ、もうちょっとね、矯正をかけていきたいなと思います。まあ、これも、一応、こっちに行くか。ハーレー・ダビッドソン、の、ブーツですね。はい。ハーレー・ダビッドソンのブーツです。で、なんかいかついドクロが、ついてますね。はい。まあ、デザイン的には結構かっこいいかなというふうに思ってます。まあ、これもね、新品で買っちゃうと、前ネットで見たら6万円ぐらいしてたと思うんですよ。6万円ではちょっとね、価格しないですよね。なんで、まあ、これもね、数千円で、落とせました。はい。まあ、全然、使用感もないし、裏のソール見ても、本当に、履いたのか、もしくは履いたとしても、1、2回かっていうぐらいですのでね、非常にお買い得だったかなと思います。はい、そして、もう一つが、これも、ハーレーときましたので、もう一つ、ハーレーの、純正品があります。よいしょ。はい、これ、なんだかわかりますか？はい。タンクバッグ
タンクバッグですね。これはあのハーレーの、XR1200 の純正、タンクバッグです。まあ、今ね、サドルバッグっていうんですか、あの横につけるサイドバッグみたいなやつ、あれ純正のやつがね、もともとついてたんですけど、まあ、ちょっとツーリングをね、行く予定です。まあ、今月末なんですけど、まあ、9月末ですね、まあ、伊豆方面ですねに行く予定で、まあ、今ついてるサドルバッグ2つと、あとシートバッグをつけてるんですけど、シートバッグはその形状上ですね、ちょっと着脱するのが若干ちょっとめんどくさいんですね。なんで、パッとこう持ってね、歩ける、着脱して、例えばですけどホテルに、上がれるとかね、そういうバッグを1つ欲しいなと思ってたんで、まあ、ただつける場所はなくて、もうシートバッグはついてるし、サドルバッグもあるので、もうつけられるとしたらタンクバッグしか選択肢がなかったので、一応これを、落札しました。ただね、これはちょっと高かったです。はい、やっぱり XR1200 も絶版になってて、オプションもね、もう当に絶版ですから、なかなか出ないんですよね。で、出てもやっぱり値段がねかなりします。で、初めのスタート価格も高いんですけど、入札する方もねかなり、突っ込んできますね。なのでこれはちょっとね、高かった。はい、値段的には、2万円ぐらいしちゃいました。まあ、もうこれ仕方がないかなと。純正品以外でタンクバッグはちょっとあんまりつけたくなかったので、まあ、ここはもうちょっと仕方がないかなと思います。はい、で、最後の最後にですね、ご紹介する、これ全部ハーレーなんですけど、最後のもハーレーです。あとこれタンクバッグね、やっぱりちゃんと純正なんで、よくできてて、後ろとかね、ちゃんとタンクの純正の、形に、かたどられてて、こうタンクが傷つかないようなね、ウレタンがちゃんと貼ってあるので、まあ、これはちゃんと素晴らしいなというふうに思いました。タンクが傷つかないようにね、ちゃんとなってますね。はい、この辺はやっぱりさすが純正かなと思いますね。そしてですね、最後に、ポチったものがですね、やっぱりハーレーなんで、革ジャンを買いました。はい、で、今1枚ね、革ジャン持ってる、まあ、革ってもあれは、フェイクレザーなんですけど、まあ、二国堂さんの、ジャケットを持ってるんですけど、まあ、それがね、こうデザイン的に、羽なんですよね。あのレザー羽のデザインなんですよ。で、レザー、その羽のデザイン以外のものでちょっと一個ハーレーの、革ジャンが欲しいなと思ってて、で探して物色してたんですけど、やっぱり個人的にはですね、ファイアーパターンが欲しくて、ファイアーパターンの、まあ、比較的、値段が安くて、でコンディションがねいいものというのをね、狙ってたんですけど、まあ、本当に狙ってたやつはね、ちょっと値段が、上がりすぎてしまって買えなかったんですよね。で、まあ、実際落札できたのが、こちらですね。はい、こちらです。よいしょ。はい、こんな感じなんですね。まあ、コンディションね、悪くないです。で、値段もまあそこそこでした。で、まあ、この値段でこのコンディションだったら、まあ、まあまあかなっていう、レベルのものですので、まあこれ、これもね、2万円はしなかったですよ。1万円台で、買えましたんで、まあ、なかなかいい買い物だったかなというふうに思いますね。ハーレーダビッドソンですね。はい。まあ、今年のですね、まあね、今年の夏、調達した冬物というのは大体この辺りで、みんなハーレーですね。ハーレーのものばっかりになって、まあ、他にちょっとお金かけられなかったかなっていう、ことがありますが、ほぼというか全部だね、全部中古品です。はい、まあ
また僕の動画の中で出てくることがあるかもしれませんので、その時はですね、ぜひ あの時のがということでね、見てあげていただいたらと思います。はい、じゃあ今日はですね、夏の間にポチったものということでご紹介をさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。